ノックガンとは7本の格好重心を持つフリントロック式の銃器である。この銃はイギリス海軍によりナポレオン戦争の初期段階で使用された。この銃の形式はボレーガンに相当し、艦と艦の戦闘に用いられたものの反動が強力なことから使用は限られ最終的に使用中止となった。本銃の異様な外見や運用は 現代の架空作品の中で劇的に表現されるに至った。特に映画、アラモでの登場、またバーナード・コーンウェルの小説、リチャード・シャープシリーズが挙げられる。この兵器は、イギリスの技術者、ジェームズ・ウィルソンが1779年に発明し、後、ロンドンに本拠を置いていた製造者、ヘンリー・ノックがこの銃を製造したことから、名前が付けられた。この銃は、 イギリス海軍の艦へと敵の水兵が乗り込んできた場合に艦の作具の上からデッキ上へと射撃を行うよう意図したものだった。理屈の上では7重心からの戦車は密に並んだ敵の水兵に壊滅的な効果を与えるはずだった。このブレーガンは7本の重心を互いに溶接して構成されており中央の重心からは周囲を取り巻いて束ねられた他の6本の 重心へと小さな貫通口がくり抜かれている。中央の重心は薬室を形成する中空の線にねじ込まれており、この線は貫通口と接続している。本銃は標準的なフリントロック機構を用いて動作し、点火薬は小さな貫通口を介して中央重心の発射薬を発火させる。火花が中央の薬室に到達すると、 一時に七本の重心の発射薬が点火し、ほぼ同時に静射する。最初のモデルはライフリングの施された重心を備えたが、装填の工程は長くて手間がかかるものだった。結果、この後のすべてのモデルは格好重心で製造されることとなった。ナポレオン戦争の初期にイギリス海軍によってノックガンが500丁購入された。 しかし戦闘中にこの銃を使おうという試みは、速やかに設計上の問題を明らかにした。7本の重心べてを一時に発射することで起こる反動は考えられていた以上のものであり、しばしば銃を撃った兵員は肩を痛めるか骨折した。またいずれにせよこの銃は、非常に照準や操作がしにくいものだった。さらにその上、主官たちはこの銃の飛ばす火花が、 周囲の小布や作具に燃え移る恐れがあったことから、この銃を戦闘中に出すのを嫌った。より小型軽量なバージョンが量産された。これは銃の射程を短縮したが、水兵にとって快適に射撃するには、反動が相変わらず強力だった。イギリス海軍によっていくつかのモデルが購入され、1804年に軍備から外された。 ヨークキャッスル博物館の兵器ギャラリーではいくつかの現存品を見ることができ、アメリカの国立銃器博物館やチャールストン博物館、イギリスのオーリツブグ博物館ではハリウッド製の模造銃が展示されている。ノックガンは1960年の映画アラモの中で今も興味を引いており、俳優リチャード・ウィド・マークの演じるジェームズ・ボーイはこの銃の一丁を使用している。 バーナード・コーンウェルのシリーズ小説には架空のイギリス人兵士リチャード・シャープが登場し、より最近では TV ドラマ炎の英雄シャープの中でシャープ自身がノックガンを用いている。また強くたくましい登場人物であるパトリック・ハーパーやイギリス海軍の兵員もこの銃を使用する。ビデオゲームガンの作中では最大の敵対者であるトーマス・マグルーダーが 最後のボス戦でノックガンを用いる。ゲームを終えた後、この銃はアンロックされて、プレイヤーが使用可能となる。ディスカバリーチャンネルの TV シリーズであるアメリカンガンズではこの銃の近代的なバージョンが特別に制作された。ありがとうございます。